こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、F-35B ステルス戦闘機の開発により、原子力空母に頼らずとも、強襲揚陸艦級でもステルス戦闘機を運用できるようになってきた。また、日本も同じように護衛艦いずも、やかがに艦載可能にできる。改修工事計画が進められている。この F-35B 戦闘機だが、原子力空母専用の F-35C ステルス戦闘機があるのを知っているだろうか。ほとんどの人は知っているだろうだが、現在、その運用は軌道に乗っていない。まず、米国原子力空母専用に作られている。だが、ようやく F-35C ステルス戦闘機の運用を開始する計画が、持ち上がったようやくと行ったところだ。では、どんな空母に艦載されるのか。もう少し詳しく話していきますね。2020年9月18日、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦3番艦のカール・ヴィンソンが、同海軍で初となる F-35C ライトニングに、戦闘機の実戦配備に向けた各種の認証作業を終えたと報じられた。これらは、航空母艦で運用される新型の航空機に対し必須となっている。認証作業で、フライトデッキ認証や航空母艦航空管制認証などを、開発遅延が指摘されてきた F-35C ライトニング2戦闘機が、クリアしたものだ。今回の F-35 ライトニング2戦闘機は、3種類あるうちの一つであり、A 型が、通常の陸上滑走路仕様、B 型が、強襲揚陸艦など向けの仕様。そして、C 型がカタパルトを備えた大型の航空母艦向けの仕様となっている。この3種類の F-35 ライトニング2戦闘機の中では短距離離陸、垂直着陸の B 型のみが大幅に構造が異なり、その方式の仕組みが内蔵されているが、A 型と C 型は基本は似通っており、仕様もほぼ同等だ。ただし、カタパルトを装備した西側の航空母艦は、アメリカ以外では、フランスのシャルル・ド・ゴールくらいしか存在しないため、F-35C。ライトニング2戦闘機は、現状アメリカ海軍のみが運用する機体といえる。カール・ヴィンソンは、西海岸のカリフォルニアのサンディエゴを母港としている航空母艦で、ニミッツ級全10隻中の3番艦として1982年に就役した艦艇であり、艦齢としては進水からは40年を数える。これまでのカール・ヴィンソンは他のニミッツ級航空母艦と同様に主力戦闘機としてF-A18E、F スーパーホーネット、EA-18 ギガ、グラウラー電子戦機、E-2D ホークアイ早期警戒機など、艦載していた。これらの中で、F-35C ライトニング2戦闘機の配備によって従来の、F-A18E、F スーパーホーネットが、すぐに全機置き換えられるという、わけではなく、しばらくの間は、両機の併用となる。混成配備が実施されるとみられる。ただアメリカ空軍のように、F-22 ラプター戦闘機と F-35A ライトニングに、戦闘機とを
ロン&ハイミックスの戦略上から並行運用するものとは異なり、いずれは FA18E、F スーパーホーネットが退役し一本化されるのだろう。今回のカール・ヴィンソンが収容しているのは、第2空母航空団であるが、その中で F35C ライトニング2戦闘機が、配備されたのは、第147戦闘攻撃隊、アルゴノーツで多航空母艦へ。先駆けての運用となる。これを皮切りに、他のミニッツ級航空母艦9隻と、次級の、ジェラルド・フォード級航空母艦にも F-35C ライトニング2戦闘機の配備は進むとみられ、現状は260機の調達が計画されている状態となっている。すでにアメリカ海軍自体を含む一部からは大型の航空母艦の有用性を疑問視する声も上がってきており、その理由として中国やロシアの中距離ミサイルの前に航空母艦そのものが優位性を喪失しつつあるとも言われる。これを製造元のロッキード・マーチン社が自ら F-35 ライトニング2戦闘機を指してゲームチェンジャーと称したように、アメリカ海軍の航空戦力優位の状況を堅持できるのかに注目が集まる。現状ではアメリカの仮想敵国として海軍力の強化を進める中国が、カタパルトを備えた国産の航空母艦を建造中と伝えられるが、艦載機とできるいわゆる第5世代戦闘機のめどは立っていないと考えられている。くしくも地上戦主体ではあるようだが、2020年9月末にアルメニアとアゼルバイジャンの間で休戦中だった戦争が再開され、アゼルバイジャン軍の小型無人機による戦果が報じられる状態となった。アメリカ海軍でも2000年以降にこうした無人航空機 UAV の分野の検証は行われてきたが、攻撃用の無人機を航空母艦へ乗り着艦まで成功させたが、実用化には進まず、空中給油機と偵察機の開発に止まっている。ただ、これはアメリカ軍の無人航空機 UAV の攻撃機の開発を否定するものではなく、時期尚早と判断したものであり、2040年前後をめどにこれを含む新たな空母航空団の編成を模索しているとみられる。それだけに、今回のアルメニアとアゼルバイジャンの戦闘による無人航空機UAV の戦果、戦訓は貴重な実戦での運用の実績として、今後の各国の軍事戦術、戦略に少なからぬ影響を与えるかもしれない。ことにイスラエルは自国製の自爆攻撃型の無人航空機 UAV であるミニハーピーをアルバニアに無償で貸与したとも言われており、アゼルバイジャンの持つロシア製の防空ミサイルシステムへの有用性が注視されている。イスラエルとしては、ロシア製の S-300 や S-400 などの防空ミサイルシステムをミニハーピーで無効化できるのか、アルメニアを使って検証しようとしているのだと思われ、さながら、兵器の実験場の様相も呈してきている。